ハロー YouTube、ニーハオヨークワン、リンチーです。ですね、今日もですね、日中を股にかけた、名探偵でもないバイリンガルの僕が皆様にね、中華ニュースをお届けしようと思います。中華知らずは世界の3分の1を知らない。そして日本のマスコミは本当に偏向報道ばかりか、情報が非常に遅いので、皆さんぜひチャンネル登録と、Twitter をフォローして中華ニュースを追ってみてください。はい、ですね、今日のニュースなんですけどもね、映画ネタです。映画ネタ、たまにはね、気楽に映画ネタということで、名探偵コナンの、最新作がですね、中国国内で、公開されて、いきなりね、1位に躍り出て、その興行収入がね、1億元、16億円、超えちゃったと。そういう話ですね。この16億円っていうね、興行収入ね、日本国内、コナンとかだったら全然いけるんでしょうけども、日本国内でもなかなか出ない興行収入、それをね、たった1日2日でね、中国国内では出してしまうということで、中国市場っていうのはね、やっぱね、日本映画にとってね、結構おいしい市場に、なっています。でね、このね、中国国内、実はですね、探偵ものってね、存在しないんですよ。現代ものとしては、探偵ものは存在しません。で、事件っていうのは、基本的に警官が解決すると、そういうことになってるんですよ。で、基本的に中国のおっさんっていうのは、映画とね、だから仮想世界と現実世界のね、区別がつかないんですよ。だからそれが、これ現実じゃないからねっつっても通用しないわけなんですよね。だから中国国内じゃね、審査上、探偵は存在してはいけないっていう、ことになってるんですよね。でも、この名探偵、コナンの場合は、海外で起こったことなので、ありと。そういうふうに、なってしまうんですよね。で、中国国内ね、探偵ものは、存在しないと、してはいけないと、そういうことになってるんですけども、警官がね、なんていうの、捜査していくっていうのはあり得るんですよね。で、それで一応ね、警官も違法行為をしてはいけないと、そういうふうに、なっているので、基本的に映画っていうのが非常に面白くないんですよ。で、大体ね、探偵ものとか映画ものっていうのは、主人公が何らかの事件を解決するために、行った違法行為でギリギリ追い込まれるっていうのがね、結構面白かったりするんですよね。で、大体警官ものの、ラスボスいるじゃないですか。中ボスってね、誰かというとね、結構ね、自分のね、同僚だったりとか、上司だったりするんですよ。で、その主人公がね、自分の信念があって、何かの事件を解決するために、行った違法行為に対して、上司だったりとかね、同僚だったりとかが主人公をね、捕まえに来るとかね、そういったね、シチュエーションが面白かったりするんですけども、軍人ものとかでもそうですよ。ほら、24ね、ジャック・バウアーさんが自分の信念に基づいて、事件を解決しようとして、逆にね、味方が捕まえに来るとかね、そういった状況あるんですけども、中国国内での映画ではね、そういった現象は一切起きません。だからもう絶対につまんないんです。ほら、ポリスストーリーって大昔の映画あるじゃないですか。大昔の映画なんですけども、中で、多分あれ、なんだっけ、日本でなんだよ、ドラゴンになってます、あれ ドラゴンじゃなくて、チェン捜査官だと思うんですけども、ドラゴンかな、ポリスストーリー分かりますよね、ジャッキー・チェンの。ドラゴンになってるのかな、チェン捜査官かなと思うんですけども、主人公が違法行為を起こして、自分の味方がね、しょうがなく、ほら、違法行為してるわけですから、捕まえに来るわけじゃないですか。それが面白いんですけども、なんかポリスストーリーの、大陸版っていうのがあるんですよ。で、それはね、なんかこれがね、ジャッキーがね、主役なので、すごくなんか絶対に違法行為をしないんですよ。だから絶対に面白くない、絶対に売れないと、ジャッキーでも絶対に売れないと、そういうね、アホ映画がね、できてしまうんですけども、そこで何が問題なのか永遠に気づかないので、中国映画は絶対に売れないといった、
あのそういった、ね、あの構造になってるんですよね。まあ、あとねあの最近あのゴジラ VS、あのキングコング、キングコングあのっていう映画があるんですよ。まあ、これ今世界中で、ね、あの配給されていて非常にあの流行ってるんですけども、これがねあの、まあ、香港で戦ってるじゃないですか。あの最終的にはね、まあ、香港で戦ってるんですよ。まあ、それぐらいネタバレいいよね。それで、香港で戦ってるんですけども、これがですね、今上海とかだと問題、まあ、中国、国内の都市だと、中国国内って言うとおかしいんですけど、まあ、香港もほら一応そうなんで、まあ、中国のその大陸、いわゆる中国大陸と呼ばれているエリアの中の都市だと、これが問題になってくるんですよ。中国国内ではそんなことは起きないって真顔で言われてしまうんですよ。いやそれは起きませんよ、起きないですよ、これだって映画なんですからっていう話は通じないんですよ、本気で。空想と現実の区別がね全然つかない人たちなので、そういった、ね、矛盾が生じてしまうんですよね。大体ね中国の、ね、プロデューサーと会話してると、なんていうの、なんかほら、マーベルの映画でガーディアンズ・オブ・ギャラクシーっていう映画があったと思うんですよ。その中にねドラックスっていうキャラクターが出てくると思うんですけども、こいつがねなんかまあ、ギャグとか比喩表現が一切わからないというキャラクターで、なんかね こんな感じなんですよ。なんかほら、スターロードがこうやって首切るぞっていう動作をしたら、そのなんていうの、そのギャラクシーのそのドラックスっていうキャラがお前首撫でて何やってんだって、そういうふうに言うシーンがあるんですよね。でこれほら首撫でるって普通ほらまあまあ殺すっていう意味じゃんっていう、普通わかるだろってなるんですけども、わからないんですよドラックスは。そういうのと会話してる感じなんですよ、中国のプロデューサーと、会話してるとなると。で、まあ、例えばね昔、多分トランスフォーマーだったと思うんですけども、ね、トランスフォーマーで、上海がね壊されるシーンがあったんですよ。それでね配給上で問題になってしまったと、まあ、結局確かね通ったと思うんですけども、なんていうの、そういうものは中国の軍隊が解決するので、トランスフォーマーとかが解決してはいけないというなんか笑い話が、ね、あったんですよね。まあそんな感じで、そういうことはマジで言ってくるんで、結構ね中国国内のね映画事情はね複雑なんですけども、日本とかだと逆にね新しい、建築物とかできるじゃないですか。ほら、要はね六本木ヒルズとかできた時になんか結構ねゴジラにその次にできるゴジラとかに、壊してもらいたがるんですよ。で新しい、建物できた記念に一回ゴジラに、壊してもらうことによってなんか宣伝するっていうのがあるんですけども、まあね中国じゃねそれ通用しないんですよね。いや壊しちゃダメだとなんかそんな風に言われてしまうんで、まあ中国映画のね未来って基本ないでしょうねっていう話でした。はい、今日のねこの、動画がねいいなと思っていただけた方はグッドボタンとチャンネル登録、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。それでは皆さん、リンチーでした。再见。